今日は黒川さんが東京都知事に候補したと、聞いて私も大変驚いたんですけれども建築家にするときもみんな驚いてると思うんですね。だけどただ外国では建築家が大統領になったり市長になったりっていうのはいくらでもあることなんですよね、そういうことを含めて、今日黒川さんがその候補されるに至った、考えるようになられたところと、それからそれに対してどういうことをされようとしているかというあたりをちょっと今日少しお話を伺いできればと思います。そうですね、ちょうど今馬場先生が来られてたその直前にある新聞と週刊誌とテレビにマニフェストを渡したところ、これから各社に渡すというところで、これが今晩から明日またマニフェストが各社に出ていく、そこからまた反応があるだろうと思うんですが、ちょうどいい日に取材に来ていただいて、そのマニフェストの中に今ご質問の内容が入っているんですけれども、それを少しご説明しようと、ちょうどここに私の本の1960年からの共生ですね、100節目の本の、もしこれを読んだ人がいたら、あ、黒川は立候補するんだなって分かったんです。そういうふうに書いてありました。それでこの時には範囲しわとは書いてなくて、小泉構造改革批判というこれは本なんですが、小泉石原一体ですから、いや東京このままじゃ都市は生き残れないぞと書いているので、これはここから始まった蓄積の結論です。だから私にとっては言ってみると50年間かけて公約を書いてきた、マニフェストを書いてきた、だから予算書さえ手に入ればですね、これ東京都の予算書、昨日表に出たんですが、これを東京都今年の予算書ですね、今議会で議論してる、議論してるんですね、それに対して全部筆を入れまして、全部計算し直して、どこに間違いがあるか、全部チェックして、隠し借金がたくさん見つかったので、それを全部暴露して、それは自分一人でコンピューター使って、昨日徹夜で一晩で書いたんで、それが一番具体的な今石原都政の問題点と、あるいは東京の街づくりの問題点ということになると思うんですね。ですから端的に分かりやすく言いますと、一つは石原さん何回も選挙に出てるんですね、実は都知事。何回も選挙に出てるんですけども、1回目は落ちた。そうですね。その落ちた時の僕が選対本部長で、で、国会事務所を選対本部にしました。ですから、お互いにそういう中であるとか、それ以上説明しなきゃ分かるんですけど、ただその時には意見はかなり一致してたんですが、次に当選した時に初めて会ったのは国会であったんですね。首都移転問題特別委員会、石原さんは当選して1週間目、僕は首都移転推進派、石原さんは首都移転反対派として4時間やったんです。でも圧倒的に 99% 打ち負かして、でぐったりして石原都知事は帰ってきました。でその時からもう黒川とは絶好だというふうにはっきり、都の仕事はさせないと。で僕が「ああそんな僕にさせる仕事があるの？」とか「お金があるの？」って言って反論して笑って別れたのを覚えてますけど、ただ同じ自由社会点を作ったメンバーですから、実は40年来竹下宮沢から始まって7人の総理を一緒につけてきたんですね。ですから同志ですよね。今でも朝食会があって、今安倍さんを指導してますけど、そういう中ですから知らないはずはない。でも今でははっきり石原さんの都政、特に東京の街づくりを
にしないで東京一極集中でやるんだっていうね、そういう石原さんのその考え方、やっぱり僕は東北の都市機能の一部を移転して、で地方と東京の共生を作り出すべきだで、移転したそのところが種地になる金だ、グリーンもできる、そこに低所得者の住宅もできるじゃない、だからそういうその、意味で僕は首都移転、首都機能の一部移転を考えてるんで、だからっていってその東京がダメになるわけじゃなくて、もっと発展するというところを石原さんなぜ分からないのかねと、まあ、でそのオリンピックがそれに絡んでくるわけで、オリンピックをやれば石原さんはあのまさに東京の一極集中がもっと強化できると、で僕は東京の一極集中はバブルを起こしてるんだから、東京だけ の, その地価が上昇してるんで、それは反対だと、だからそのためにオリンピックをやるっていうのは反対だと言って、オリンピック反対なんですね。だから東京からの首都機能の移転とオリンピックの中止っていうのが、あの東京の将来に関する僕の今回のマニフェストの一番軸になる、そういうことですね。それとあのもう一つですか、あの多分これも建築界の皆さん気になると思うんですけども、その選挙運動ってどういうふうな形でやるか。いや今ね3万人超えてると思うんですよね、あの勝手連にここへあのメールでどんどん、もうだからそういう人たちがもう3万人がもうすでに選挙運動始めてるんですよ、ね、なるほど。だからこれは僕が出馬表明して10日目ですからね、どういうことになるか、それがもし30万人になったらどういうふうにそれをこう組織してるのか、まあ、勝手連だから勝手にやっていただきます、だからそれが一番 の, あの重要な選挙になるでしょう、ね、なんかあの選挙宣伝会に乗って上に立って、いやそれもやっぱり回るというのも走り回ることはしないけども、例えば選挙演説どっかの場所で会っていうのをやる、そういうのはやっていて、ね、結局あくまでもそういう理論的に東京をより良くする、日本をより良くするために、そのとにかく一応専門家たちとして今言わなくちゃいけないことがある。いやいや、それは評論家じゃないからそれじゃないですよ。やっぱり3万人、今今日で3万人、まあ多分投票日までに何十万人という人たちがこれから僕の思想をね、実現するために一緒にやっていくんですから、街づくりを。だからこれは大きな、なんか、大きな運動ですよね。メタボリズムどころじゃない。だからいよいよその共生の思想の実現版がライフワークとしてスタートする。ただ何十万の人たちと一緒に理想的な姿ですね。あのこのとあの確かにこんな大きな市だあの都市になった場合にはこの書いているように区を市のレベルにしてもっと実質性を持たれる。これはまあ当然日本の全体の地域の、あの同じことでですね、姿勢をもっともっとすることにつながっていくわけですね。やっぱり学校の連携ですか、あの中国。いやいや、東大が民間、民有化されちゃったんで、独立法人なんでしょ。で僕は今度あの、首都大学、東京。違う、僕は東京大学。あ、東京大学、首都東京大学。いやいや、首都東京、首都東京大学。あ、東京大学。違う、国際東京。インターナショナル東京。インターナショナル東京大学。今の東京大学インターナショナルじゃない。なんか、なるほど。英語で講義する。いう形で作るということですね。東大塾、まあ、誰を総長にするか。まあ、でも一つで具体的でしょ。東京都庁売るの。売る以外にね、保存する方ない。その建築界に活を入れると。建築界。いやいや、そんな、いや狭いわけじゃないんだけど。そういう意図も。かなり、いやいや、そうやっても。僕はこうもうちょっとこう建築家としてね、出馬するってみんな思ってるじゃん、ショックでもその辺のショックですよね、僕はもう完全に建築家を超えてるから言ってることが、そういう、そうですね、だからもう二重のショックじゃないですか。もう一つ聞いていいですか、せっかくです、はい、要するに黒川さんが立候補した一番大きさっきおっしゃったのは、一番大きいのは共生の思想というのをどういうふうに展開したらいいかっていうのは東京都駅線ということですね、まあ、まあライフワークに、ライフワークを本だけじゃやっぱりそのあまり影響力が、ね、そうですね、とだったらやはり、うん、あの首相より都知事の方が、うん、そうですね、ライフワークとして実際にやりやすい、実際に、うん、大統領とかも、うん、そうですね、それと建築家引っ張れるよね、うん、あ
もちろん安堵使うけども、あの次の世代を全部取り動員するでしょう。そういうことは、僕が知事になると思います。半世紀にわたる共生思想を初めてこういう場で問うってことが一番のあれですよね。そうそう。